レナート・グリーンレナート・グリーンはスウェーデンのヨーテボリ在住のマジシャン。現在、カードマジックの分野では世界屈指の実力者で世界中で講演をしている。彼が主に演じるマジックのほとんどはカードマジックで1988年に参加したフィザム大会では審査員に桜を使っていると疑いをかけられ、その疑いのせいで実力者でありながら入賞できなかった。 しかし1991年にローザンヌで開催された同大会では同じ演技を今度は審査員から借りたカードで審査員にカードを選ばせて行い優勝し雪辱を果たす。彼の考案したマジックには独創的な作品が多く、中でもレーザーディールは彼の代表作と言える。現在も多くのマジシャンがスナップディールを使用する。 レーザーディールをはじめとする彼の演技を模倣している。スナップディールの他にも、トップショットなどのユニークな作品を数多く考案しており、カードマジックの発展に大きく寄与している。彼の技法、手順は普通のマジシャンが思いつかないような変わった視点から組み立てられており、カードマジックをある程度かじっている人でさえ引っかかってしまうことが多い。 大抵の人が想像するマジシャンの華麗な手つきとは異なった彼独特の無秩序なカードの扱いは特徴的と言える。例えばテーブル上にカードを表裏バラバラにばらまいてシャッフルすると、一見するとカードの扱いが下手な人が何も怪しいことをせずに奇跡を起こしているように見えるため見た目の不器用さとその後に起こる不思議な現象とのギャップに驚き彼のマジックを見た人は 大きな衝撃を受ける。日本のテレビにも出演しているほか、マジックのほとんどはグリーンマジックで見ることができ、日本でも入手可能。スナップディール、トップショットの使い手の高橋匠は、レナートグリーンの弟子である。1991年フィザムローザンヌ優勝、レナート、グリーンズ、クラシックグリーン、ボリュームス1から7グリーンマジック。 ボリュームス1から3テッドトッククローズアップカードマジックウィズエーツイスト2008年2月公演ワールズグレイテストマジック実際には彼は桜を使っていなかった小さなフラッシュライトをレーザービームに見立てその光線上に数枚のカードを1枚ずつ配るたびに消えていくという現象グリーンレナートクローズアップカードマジックウィズエーツイスト https://www.ted.com スラッシュトークススラッシュ l e n a r t g r e e n c l o ア e u p c a r d m a g i c w i t h a twist 2020年6月9日閲覧。ありがとうございます。